感染が確認されたのは、四日市市で94人、松阪市で90人、津市で71人など、合わせて590人です。今日時点の病床使用率は39.6%、重症者は前日から変わらず1人で、自宅療養者は前の日から270人減って7497人となっています。 県内のサービス付き高齢者者向け住宅ででは、これまでに職員と入居者合わせて10人のの感染が、県内の通所介護施設では職員と利用者合わせて16人の感染がそれぞれ確認され三重県は2つの施設でクラスターが発生したとしましたそれぞれ解除の場面や共用エリアでの接触や会話などで感染が広がったと見られています なお、1日に発表される感染者数が28日ぶりに前の週の同じ曜日を下回ったことについて三重県では3連休の医療機関や検査機関の休業が影響していると見ています依然、感染者の増加傾向は変わらず今後、人の動きが活発になったと見られる3連休の影響を注視したいとしています